皆さん、僕は前回失踪しようとしました。でも皆さんの温かいコメントに僕は救われて、無事にもう一度このゲームをやる勇気が出ました。皆さんのおかげで戻ってくることができました。嘘である。この男、全然失踪する気がないのに失踪しそうな雰囲気を醸し出して、視聴者に少しでも心配されようとした結果、思ってた以上に失踪しないためのアドバイスやコメントが来て、思わず概要欄の失踪したらごめんなさいを失踪しないに慌てて変えるくらい罪悪感と後悔に泣いてしまったのである。それも嘘である。罪悪感と後悔なんて全くなく、え、マジでみんな失踪する気だと思ってるじゃん、どうしようくらいにしか思っていなかったのである。多分今編集でめちゃめちゃふざけてると思うんですけど、そうです、私もともと失踪するつもりは本当にありませんでした。なんかちょっと失踪をほのめかしたら、なんか皆さんになんかちょっと心配してもらえるかなと思ったら、なんか思ってた以上にね思ってた以上に、はい、思ってた以上にでしたね。はい、やりますよ。私こんなことじゃ失踪しませんからね。なんかすごいことが起きないと私は全然失踪しませんので。いろんなこと今まであったんでね、いろんな鬼畜ゲーム、例えば RPG だったらね、めちゃめちゃ頑張ってレベル上げしたのに最初からやり直してもう一回最初までレベル上げをしたりとかね、あとセーブを一切しないでホラーゲームをクリアしたりとか、もうそういうこといっぱいできたんで、そんじょそこらのことじゃ私の心は折れま、で、ちょっと11日目とかなってるんですけど、前回の動画どこで終わったか全く分かりませんけどもね、はい、ちょっとゆっくり喋りますね。まあ、前回なんで死んだのかというと、遠出しに行くのに体力とかがあまりにも少なすぎた、全部自分が悪い、あと備蓄も足りない、で何より重要なのは食べ物。そう、ねコメントでもたくさん教えてもらったんですけど、弁当っていうシステムがあるじゃないですか、あれがねめちゃめちゃ大事だった。まあ、コメント見る前にもう攻略を見に行ったんだよ一回、どうすりゃなんかすごい効率よくできるのかなと思ったら、だからやっぱ弁当が大事らしいね。なんか普通に量、だからまず今やるべきこと、船を大量に捕まえて弁当をすごくたくさん量産する、そしてその後に家を建てる。ちょっと待って、自分で言ってるけどなかなかハードだよね、めちゃめちゃ大変だと思う。家作るのに7分の1ってなんかすげえ7工程ぐらいあったけど、あれも今回で全部やろうと思います。いや、これ今言ったらやばいな、マジで全部やんなきゃいけなくなっちゃうから、多分やる。そして未開拓の地へ進む、もうそのやつで行く、で時間があるなら愛ちゃんにアクセサリーをプレゼントする、うん、それで行こう。まずはこのアイテムの少なさよ、このいい火付けにしといたからね、自分の弓犠牲にして、もうね火付けするのマジでめんどくさいから。これね見てる人たちはめちゃめちゃ楽そうに見えんじゃん、むしろ笑ってるでしょ、俺がいつも叫びながら火つけてんの。これね結構体力使うのよ、すごいこうバランスよく LR を押しながら最終的にうわーって叫ばなきゃいけないから、それめちゃめちゃめんどくさいのよ。だからすげえ楽勝にやろうと思ってやりますってね。こっちのこの端っこで魚をね突くと鮎が手に入るんだよ。鮎がねすごくいいらしいの、これ船だけどね、たまに鮎が出てくんの。壊れちゃった。一匹捕まえたら森壊れちゃったんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかあるはず、愛ちゃんに持たせてるはず。あ、そう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 、でねもう動画外でやっちゃったんだけど、ドラム缶あったのよ。そう、ドラム缶見つけたの。俺ちょっとねゲームオーバーになった後にちょっともう無言でやってたの、このゲームをね。そしたらね、なんかドラム缶あったのよ、渡すものがある。なんかね、確か俺愛ちゃんにめちゃめちゃ物を渡してた気がする。そう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 、で弁当のね概念ももう知ってるのよ。でこの子今ポケットの中に丸太4つとか入ってるからね、4つどころじゃねえわ6つも入ってんじゃん。そう、まずこれで船とかいっぱい作って、弁当もいっぱい作って、死なずに頑張る、いろいろと。よし頑張ろう、俺頑張ろう、もうここからは早送りだな。みんな見るし、魚いっぱい釣ったしよ、パンパンだしバッグの中パンパンだし、魚まみれだし、これで大事作業終わりだし、でこれで一旦料理をしに行く。このパンパンの魚も弁当1個に4匹使うから、
まあそうだね、あともう3回くらいやんないといけないのかな。頑張ろう、とにかく頑張ろう。1,2,3,4 でしょ。うん、OKOKOK。 もし、もうとりあえずやめてね。みんな全然足りないし結構あの量でもやっぱり4つまでしか作れないし、あと 1,2,3,4 あと3回ぐらいやれば弁当でいっぱいなるし、まず弁当いっぱい作るしよ。愛ちゃんの分も作んなきゃいけないしからね、めんどくせえし。終わったし、第2フェーズ終了だし、あ、キノコ食ってもう一匹やるし、ギリギリまでやるしちょっと上手くなってるし数をこなせば誰でも上手くなれるし。忘れ物なんかしてねえよ。待っとけ愛ちゃん、君の分の弁当もちゃんと作るからな。あのね、もうちょっとはしょったりカットとかしてると思うんだけど、焼くのめちゃめちゃ得意になったからね俺。なんかね、ちょっとねシステムが分かればもう余裕。これね、5、6秒くらいで全部焼けばいいのよ。もうね、これ一枚一枚を大事にするわけじゃないのよ。これこうやってさ、もう最初にひっくり返すやん。残り1枚の時にひっくり返して5か6秒になれば大体うまくできる。うん、こうやってね、初見でも、初見じゃねえじゃん俺初見じゃねえんだよこのゲームちっちゃい頃やってんだよ。でもね、こうやってね、分かんない部分も自分でこうやって見出していくっていうのが、こうやってゲーム実況の醍醐味じゃん。泣いてんの俺、早く焼け。なえ、なえ、また地震だ。うん、やっと収まったか。これ、なんなんマジで。地震が起こることによってなんか起きてんの今。待てよ、もうそろそろ物持てなくなってきたから。葉っぱ、丸太めっちゃあるね。めっちゃあるから棚作れるんじゃね今回。ここだよね。ちょ、一回中断して。いや、ベッドも欲しいよね。これで体力めっちゃ増えるからさ、体力とか、あのなんか朝起きた時にさ、めっちゃ体力回復してるからさ。ロープ、丸太はあるけど、ロープって今どうなってんの愛ちゃん。愛ちゃん、ロープどうなってる、作ってる愛ちゃん。俺さ、確か動画界とかで確か頼んだ気すんだよね。あ、あるやん。え、これ棚作れるんじゃね。なになに、今日はゆっくり休むといいですよ。愛ちゃん、ありがとう。君はとっても優しいの俺今日は絶対優しくするからね、愛ちゃんに。さ、ちょっと待って、今回のさ、作るってさ、前回はなんかあのなんかリズムゲームみたいだったけど、今回どうなんだろうね。作るか、失敗したくねえよ。はは、なにこれ、なにこれ、これ削っていくの、これこれなってんの。もうちょっと説明優しく教えてくんねえかな、これ。え、いいのかな、え、いいの、いいの。はあ、はあ、こうやってやっていくのか。ああ、なるほどね。前作よりかは、え、結構簡単なのかなこれ。あ、いいね、いいね。え、終わり。な、は、うん、え、な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 、これ、な、なにこれ。あー、こうやってこうやって持っていくのこれ。は、は、は、はいはいはい、はいはいちょっと待って、わかんな、これ。はい、いい感じに重なったらやるってことだよね、これ多分。んで、ん、これをどうやるんですかこれ。こうすか、ちょっと待って、どの向きですかこれ。こうすか、あ、こうか。はいはい、え、6つ、はい、合ってんのかなこれちょっと待って切れそう、マジで。え、これ合ってんじゃないのこれ。よし、できた。あー、なんでこんな時間かかったんだろう俺。あ、棚が大きくなってる、もともとが分けるね。いや、これまだ作れんじゃね。棚は最後まで作りてえな。作れんじゃない。え、これ作れるよね。いや、家作りよりも前にまず棚作るか。
絶対大事だもんね。さあ夜7時半になりましたね。皆さんは普段夜7時半何をしていますでしょうかね。テレビ見てますか、それとも夜ご飯食べてますか、それとも彼氏彼女とイチャイチャしてますかね。ふざけんじゃないよ。俺は夜7時半な、一人寂しくアニメを見てるよ。まあ、そんなことはどうでもよくて、今ね棚作ってたんですけどロープ足りなくなっちゃって、今アイちゃんに頼んで作ってもらってるから、まあその間に僕はまた魚取るし、もう一日中魚取ってばっかだし、そろそろバッグ生臭くなってるし森壊れたし。あれなんでてめえ胃袋ゲージ 57% なの。お前食ったろ弁当、一緒に食うつもりだったのに先に食ってんだよ。こっち頑張って船集めてんのに、いっつもそうやって俺のこと迫害して。もうやだ、船取りたくない、もうもうやだ本当に。もうこのゲームなんでこんな船ゲーじゃねえかよ、サバイバル船じゃねえかよ。おいマジでサバイバルキッズ2じゃねえよこれ、サバイバルフンナじゃねえかよ、もうねえよバカだれ。よし、はあ、こんくらいあればいいでしょう。まずは結構できたね、頑張った。さあアイちゃん、お前勝手に食ったよなお前勝手に食ったよな俺の弁当なあ、こうやってな俺から渡して食うならいいんだよ、お前勝手に食うなよな、おめえな、俺が必死こいて頑張って作った弁当お前勝手に食いやがって。おいで 40% でしょ、 40% これで80じゃん、いいね弁当で寝ると。あーこれ弁当マジで大事だな。いやでね、これベッド作んないともっと回復しねえよな。あや今日はとてもいい天気、気持ちいいですよ。そうだね。さあロープも作ってもらったから棚も作りたいけどな、どうしよう、優先順位的にベッドも大事だよな。葉っぱ、ここで葉っぱ使うのか、あマジか、足りねえじゃねえか。じゃあくっそ、眠った時に疲れが回復しやすくなります、めっちゃ大事だよな。葉っぱ取りに行ってくるか。あなんかさ、これアイちゃんにね食材とかさなんか取ってきてもらえるらしいのね。え薪を取ってきて、うわっすこれ気づくの遅い3パート目でこれ気づくの俺。食料取ってきて、え行ってくれんの。じゃあ食料取りに行ってきます。君やっぱ有能やわ、俺の弁当勝手に食ってもいいよ全然。え？それは何？竹？もしかするとちょっと試してみたいことがあるんだけど使ってみてもいい？あいいよ。何何？あ俺これ森に使うんだからな、お前勝手に使うなお前。何使うのお前？何これ何の時間？見てカゴができました。竹があればもっと作れるからいつでも行ってね。頼みごとにカゴが追加され、カゴ？カゴは何に使うのかな。え？竹をここに集めてくれたらその分だけカゴが作れますよ。ここでアイコンをタッチして竹とカゴを出し入れてきます。ああすばしっこくて捕まえられない衝動、ああ罠か、罠なら捕まえられるよ。へえそんなことできるんだ。道具、罠が作れるようになりました。いやそんなことよりもさ、いやじゃあじゃあ、アイちゃんちょっと話させて。アイちゃん君食べ物何持ってきたの。なんかチラーンって出てきたけど俺あんま見てなかったんだよね。お前さ、あお前これ食えよまず。お前さ、この人参3つとじゃがいも1つ、これで2人分の料理できっかな。なあお前サバイバルしたことないんか。あおめえがそんなんだからな、俺頑張ってやってきてんだ。俺タケノコ取ってきたぞてめえ。あカゴ作ってくれたのありがとうマジなんか DV 彼氏みたいになってない俺。コメントでさ、結構前のコメントでさ、なんか
マジで DV 彼氏みたいって言われててさ、俺確かにと思っちゃったもん。何すんだっけ。でね、俺葉っぱ取りに行ったんだけど2枚しかなかったんだよね。あと1枚しかねえのよ。あと1枚しかねえのじゃない、あと1枚足んねえのよ。やべえよ、ちょっともう深夜4時だからさ、もう頭もあんねえよ。ちょっと待って、愛ちゃん、愛ちゃん弁当あげるよ。弁当あげるから食べて寝よ。はい、もう1個あげるよ。おいしい、よかったよかった、79になったね。いやー、ベッド作んなきゃ全然回復しねえよ本当に。よし、じゃあ寝るか。あ、火やんなきゃいけないの。俺やんのこれ。ねえ、巻きないのもしかして。あるやんけ。なんでお前やんねえんだよ。なんでいつも俺がやんなきゃいけないんだよ。でもこれめっちゃ、え、勝手に行くの今回。へえ。優しい。今日の火起こし優しいな俺。深夜4時だからかな、こんな時間帯に大きい声で叫んだらさ、ちょっと喉壊しそうだから、無茶すると体を壊しますよ。お前が壊さしてんだよ。お前がしっかりしないから。あ、出た。これ、え、待って、これ外出れないんだっけ。なんかさ、前回さ、嵐10分で来て10分で帰ったみたいな書かれてたけど、そうなの。あ、掘れてんじゃん。ってことはよ、おはよう。今日はとってもいい天気、なんだかのびのびしたい感じ。ちょっと待って、怖い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 。これじゃあまたなんか流れてるものが変わってるってことでしょ。ちょっと行ってみるか。え、なんだか眠く、あれ、なんで、なんで、あれ、あれ、紫キノコ赤くなったらこうなんの、副作用みたいな。おい、いつまで寝てんだよ、愛ちゃん起こせ。体調が元に戻ったぞ。いや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 。ん、何、何じゃねえだろ。どうしたお前。なんだか月の満ち欠けが量に影響するって聞いたことあるんだけど本当かな。なーにを言ってんだこいつ。こちらへんかな。絶対なんかあるって、俺が多分見落としてるだけなんだよな。丸太かよ。まあまあまあ、今は必要だからいいけど、なんかもうちょっとびっくりするようなアイテムないのねえ。マシンガンとかさ、なんかショットガンとかさ、ないな。そんな甘ったれたアイテムねえわな。さ、そやな。あがたあがた、また森でな、魚取って、まあその生活の始まりだな、おいな。え、鉄の棒、しかも瓶もあったよ。うれしいし。何、鉄の棒って、これ道具作りでさ、武器にできんじゃねえのこれ。え、やばくない？何これ。鉄の手盛り。ちょっとベッド作れないからもう一回棚作るね。今作っても全然大丈夫でしょう。はあ、できたん。愛ちゃんがいないから誰も褒めてくんない。やったねって言ってくれない。なんか悲しいな。おにゃおにゃだな。さ、とりあえず物しまえるから。あー、もうしまえないか、15個か。葉っぱ取りに行くか。ちょっとね、マジでベッド作りたい。俺ベッド作りたい。そして愛ちゃんとセックス。よし、作れるよ、みんな。ベッド作れる。いや、頑張った。葉っぱ見つけの超大変だった。よし、作ろう。え、終わり。え、これ、え、これのどこがベッドやねん。ありがとう。さらに寝づらくなるだろ。これでもっとよく休めるね。他にも生活が楽になるものってないかな。そうだな、疲れにくくなったらこれテーブルとかでしょ。あったね、それは助かる。よし、それも作ってみよう。テーブル椅子が作れるようになりました。一応何人が必要なのか見てみる。いや、5段階もあんの。いや、作れるじゃん。てか、よくよく考えれば家全然作ってないじゃん。よし、棚全部できた。いや、マルタめっちゃ使ったやん結局。いや、でもさ、かなり良くない？棚最高レベルまで行ったのはかなりでかくない？いや、めっちゃでかいぞこれ。で、あとは木の枝とかでしょ。ち
ょっと待って、これはかなりでかい。ちょっと待って、まずさ、何も進展しないけど、ぶっちゃけ言っちゃうと何も進展しないけどさ、棚できたのはマジででかくない？よし、おやすみ葵ちゃん。いや、この第一段階のベッドでどんくらい回復するんだろうな。あんま変わらんか？てか寝る時間が遅かったせいかな。おはよう。まあ、ベッドって呼べねえしな、これ。絶対これない方寝れるだろう。絶対ぶつかるだろう。ちょっと待てよ。棚作ったりベッド作ったりで結局材料がちょっとなくなってきてんだよな。あっちの家まで行ってまずできるとこまでやってみる。渡すものがある、頼みがある。物を作ってほしい。ロープ、材料がないと作れませんよ。あれ、これもうロープなってんの？ちょっと待ってよ、ロープを確認。1メートルになってんだな。これでえ、いいのかな。ちょっと待って、このツル足りなくなんのか。いや、てかこのベントもなくなってきてんだよな。いやー、また振り出しか。マジか。頑張るか。いやー、もう回復なつったりして丸太とか乗ったりして、今度家の方まで行って今度家作ったりして大変だな。おい、このパート大変だな。おい、もう深夜4時じゃん。みんな、家作りを開始してから約8時間。丸太25本、そしてロープ25メートル、葉っぱ10本。これをすべて合わせて、最終段階、7分の7!ラストだ!よし!ラスト頑張るぞ!行こう!これを完成させれば、ついに、新居が、できる!みんな、俺頑張ったよ。一番最初に家作りをしないといけないみたいに言わなきゃよかった。本当に本当に時間がかかった。くそったりゃ。できたアイちゃん、やった、家ができたぞ。アイちゃん、登るよ、一緒に行こう。あれ、アイちゃん、アイちゃんと一緒に行けないのかこれ。あれ、登る。うわあ、すげえ、全部揃ってる。みんなごめん、今だけは思いっきり発散していい。ごめん、ちょっとうるさくなるかもしれないけど、やったー。ああ、27日目どんだけ時間かかってんの。ちょっと、アイちゃん来てよ。あ、来れる。アイちゃん、できたよ、新しいお家だよ。アイちゃん、ついにできたんだよ。あ、やっとアイテムがいっぱい持てる。もうさ、パンパンだったのよ。もう弁当もさ、10個以上か20個ぐらい作ってるさ。なんかしゃくり始めた。なんかさ、もうとにかく大変だった。アイちゃん何持ってる？あー、でね、もうね、もうすごく時間がかかってさ、いろいろやってたんだよ。そしたら瓶とかもさ、大量に手に入っちゃって、丸太とかも余ったね。やっと終わった。マジで嬉しい。長かった、とにかく長かった。20個の弁当すべて使い、私なんか途中で狼に襲われてぶち殺してさ、なんか骨とかも手に入ったんだけど、いやー長かった。これちゃんと引き継いでんだね。うわ、これはマジでありがてえ。なんか家できても、もしかしたら棚とか全部あっちにしかねえのかなと思ってたけど、
マジで嬉しい。これはマジで嬉しい。みんな、みんなマジで、みんなマジでなんかして、俺になんかして、マジで。マジで超嬉しいんだけど。ついに家作りっていう地獄から解放された。やっと進めるよ、ゲーム。いや、長かった。これさ、このサバイバルケツ実況してる人の中でさ、そんないないと思うけど、このゲーム実況してる人。この一パートで全部やり遂げた人って俺しかいねえのかな。なんか自分でやって自分で勝手に誇らしくなってんだけど。いや、ほんとに長かった。ほんと長かったな。いや、長かった、これ。大根。愛ちゃん、今日の夜ご飯は大根だな。ここに家があるってすげえいいね。なんか野菜とかもあるし。いやー、ただこれで動画が終わるわけじゃねえんだよな、今回。あくまでの目標だからね。で、なんかさ、これハテナマークがあんじゃん。これさ、なんかね、カニとか、なんか動物みたいなのが出てくるらしいんだよね。このハテナが大きくなると、ちょっと待って、違う、何これ、毒、そういうのもあんの。アイちゃん、あれ、こいつバグってね、あ、動いてねえぞこいつ、ちょ、やばいんだって。え、ちょ待って、やばいって、アイちゃん、おい、何してんのこいつ、は、なんで一緒に今今なんか動きリンクしなかったか。ちょっと待って、マジで毒、これいつ治んのこれ、やばいって。ちょ、これでもう死にたくないんだって。ちょ、アイちゃん、お前確か持ってるよな、あれ。火起こし持ってるよな。お前何してんの、さっきから。んじゃねえんだよ。渡す。まあ大丈夫だろう。さすがに死にはしないだろう。なんだよ、今の。え、結構減ってない？え、ちょ、めっちゃ減ってない？ちょ、やばいって。マジでやばいって、寝よ。マジで寝よ。今日はもう寝よ。よし。よし。あ、マジでこの家いいな。なんか、すごい緑に溢れてて。さ、ちょっともう、ちょ、待って、めっちゃ減ってない？ちょ、大丈夫かな、マジで。パイナップル食おう。パイナップル食っといて。ちょ、俺寝るね。ちょ、俺死ぬからさ。よし。なんか、アイちゃんマジで動きおかしくない？ちょっと、マラ毒？嘘でしょ？あら、あった！よかった！おはよう。一切心配しないね、俺のこと。今日は涼しくて過ごしやすそうな日ですね。そうだな。体力も 100% だし。さ、まだ終わんねえぞ。まだこれは序盤中の序盤でも、編集でどうなってるのかわかんねえ。もう何時間分の動画データが十何分とかになるのかわかんねえけどさ。とりあえずね、ゲームとしては全く進行しないわけなのよ全く進行しないんだよ。だからまず未開拓の地を行こう。今回は家できたし、ここに家ができたらかなり進みやすいでしょう。さあ行こうぜ、アイちゃん。多分ね、俺の予想ね、マジでアイちゃんがいないと進めないと思うのよ、沼地とか。てかね、これだけはちょっと攻略を見させてもらったんだけど、なんかゴリラずっと言ってんじゃん俺。ゴリラどこに出てくんねんってずっと言ってたんだけど、このジャングルの3箇所のどこかにゴリラが出てくるらしい。だからそれを2人で探しに行こう、アイちゃんと2人で。おお、いた！かわいいじゃねえよ。めちゃめちゃ怖えだろ。どこが？え、かわいいよ。どちらかといえば、怖い方だと思うけど。そうかな、あんまちっちゃくね。いや。え、なにこれ。え、こんなんなの。え、これは知らん。話すこれ喋れんのこいつよく話そうと思うな、お前ら。え、マイクに向かってゴリラの真似を、俺がやんのかい。やってやろう。
どうすりゃよかったの？今のマジ失敗なの俺。行っちゃったし。ゴリラさん、なんか物をあげるみたいなのもあったけど、やっぱバナナとか持ってくればいいんだな多分。うわーマジか。てかゴリラ敵じゃないんだね。俺もうそこら辺の記憶すっぽり抜けててさ、ゴリラと何？親密にでもなんの？そういうやつなの？まあまあまあ、いずれまた会えるだろう、ショー。3カ所のどこかにいるらしいからね。なんかしゃっくり出る。でさ、この沼地に関してはなんかね、もうアイちゃんがいないと進めないんだって。でもどこに行くのかは分かんないから、とりあえず手探りで進んでみよう。ちょっと待って、待って、もう無理、ちょっと待って、やめて、マジで。もうまた雲出てきたよ。もうマジやめてよ。ごぼう頑張って取ろうとしたのに、今また取らない要素増えるんかい、これ。マジでもう雲は無理だって。これさ、 3D、 あーでもこれ 3DS のゲームじゃないからあれか。これ 3D 機能つけたら多分マジで誰か死ぬぞ。子供死ぬぞ多分。よし、これでこっちか。広いな。たださ、もうショートカットをとにかく作りたい。あの、元々の家のところのショートカット、あそこいつまでたってもまだできてないから。え、こっちじゃないの？どうやって行くのこれ。うわ、嫌なものが見える。なんでこっちにワニいんの。あ、強くなかったよね。戦うか。来いよ。あいつはあの時計だ。やっぱやんのかい。いやね、これ動画外でさ、一回弓で戦ったのよ、動物と。弓の方が強え。もう100発100中だもん、バトルの時は。その普通に狩猟するとき、獲物捕まえるときはゴミなのにね。よし来いよ。おい、こっちも森マスターなんだよ。これで通れるな。え、壊れちゃったの？おい、もう船何匹釣ってると思ってんだよ。釣ってんじゃねえ、森でついてると思ってんだよ。お前舐めんなよ、俺あんまり。お前舐めすぎたら、お前チンチン引きちぎるからな。何言ってんの俺。チンチン引きちぎるってなんだよ。ワニにチンチンあんのか、まず。これすごいな。めちゃめちゃ迷路だね。なんか二人でどっかで押さないといけないみたいなの書いてたんだけど、どこだ。普通にちょっと攻略を見ちゃってるんだけど。あ、来た、これか。この丸で、社長聞けも。あ、ブロン、あ、ダメだ、手伝って。ああ。さあ、やるんだ。どこ押してんねん。またお前俺の命奪おうとしてんな。あ、これでさ、いけるようなんじゃない？下の方に。あ、これそうでしょ。これこっちのショートカットってことは、これあの、あれじゃない？浜辺に着くんじゃない？あの、奥側の、自分たちの拠点の。どこ？あ、ここか！ここに繋がんのか！よし！ショートカットに来た！ほいえー。ほいえー。やっといろいろやりやすくなってきたおね。ここ来れたの最高だおじゃね。今回マジでめちゃめちゃ進んでる気がする。俺の中では動画的にどうなってんだろう。いや、キノコさめっちゃ落ちてるけど、なんで紫ねえのよ。あとはどこに繋がってんだ。絶対カットしてんだけど、めちゃめちゃ広いのよね、この沼自体が。あ、右側も行けそうだな。ちょっといろいろ行ってみよう。ってか今のうち全部行こう。ちょっと体力どうなってる。あー、もう30%切ってんのが早えよ。え、早えよ。え、あ、これもか。これも押して、あ、行けるとこ増え。タロイモって、タロイモってなんだ。なんかさ、あのレンコンも落ちてたんだけどさ、レンコンね、食うだけで 8% も上がるのよ。それすごい良くない？タロイモはこれも 8%、これ相当いいじゃん。これ取ってこ全部。ちょっとね、あの弁当もないからさ、こういうところで飯持ってった方が絶対いいよね。よし、こっちは？また新しい毒来た。やっと沼から抜けられた。ああ。待って、これ湖か。これ脱出できるのかな、もう、もしかしたら。違うか。
え、なにこれ、なにこのマップ、湖みたいだね。え、イカだ、もうやだって、もういいって、もうほんと丸だって、ほんとにもうやだってまた作んの、やだよもう、あれどっかに、よし、ここにイカダを作ろう。何？3段階で？何？うん。また作んの俺。しばらく良くないかな。なんかすごいね。今回マップ広。ちょっと待って。これこっち行ける。うわー待って、岩あるじゃん。押せねえじゃん。あの下気になるなぁ。いかだ作んなきゃダメ？マジ？もういいでしょう。ガチで。ガチでもういいじゃん。ねえ。もうやだよ。もう、おじさんもうやだよ。あ、でもなんか、いや、こっちも行けないじゃん。ダメだ。今行けない。あー、やばい。タルくんなくなっちゃってやべえな、これ。いや、こうやって遠出するといけねえんだよ、これ。バカ。一回戻ろう。やべえ。危ねえ。もうゼロやん、愛ちゃん。やばい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 。いや、危険だな、ほんと。ちょっとここら辺の、なんかこれ、じゃがいもか。じゃがいもとか全部取って、とりあえずこれご飯にしないとまずいな、今日。やべ、食材が全然ねえよ。ちょっと待った。待って。早く取れ、早く取れ、早く取れ。もう最悪、マジで。もうじゃがいも取れ。待って、ちょっと待って、もうちょい待ってね、愛ちゃん。愛ちゃん、もうちょい待ってね。もうちょいでジャガもいっぱい取り終えるから。もうちょいよ。もうちょいで美味しいご飯いっぱい作るから、もうちょっと待っててな。よし、愛ちゃん、着いたよ。まず、そこでご飯作ろう。愛ちゃん、ちょっと火炊いといてくんね。愛ちゃん、あ、やってくれそうだね。ちょ、愛ちゃん、やって。愛ちゃん、やってくれるよね、これ。愛ちゃんの見たいんだけど。なんだ、てめえ。おい、てめえ、それ見といてな。お前、結局、俺に任せるんかい。ちょっと待って、あのさ、今まで捌くと、あとさ、この、あの、焼くしかなかったじゃん。今ね、この、揚げるも手に入ったのよ。油手に入れたから。蒸す、煮る。ちょっと、いろんなやつやってみる？これやったことないんだよね、俺か。これ絶対。これね、あ、待って、これ水使うんだ。あ、そっか、煮るだもんね。大根煮たら美味しいでしょ。大根煮て、タロイモってこれ、レンコンも煮るか。どうしたらいいのかわかんねえ。でさ、この醤油な感じがするでしょ。で、コンソメとかバター、塩入れとくか。これなんか、あのね、鮎釣ったじゃん、俺。なにこれ。え？こうやって回せばいいの？え？合ってんのかな、これ。あー、ゆっくり回せばいいってことか。はいはいはい。これで合ってんの？全然美味しそうに見えないんだけど。おい、何大根の今日スープって、ふざけ。ちょっと待ってね。あの、鮎をさ、塩焼きにすると、もうなんか鮎の塩焼きって名前になってめっちゃ上がるんだよね。蒸すかじゃ、しょうがねえ。パンの味がする。パン蒸すかじゃ、パン蒸そう。で、バターやろうぜ。これ美味しいでしょ。ちょっと待って、これ酸っぱい、コンソメ、胡椒、うん、甘い蜜、合うんじゃないこれ。うん、やってみよう、これで。パン。ふけ！出たよ！ふーん。これカーソル。カーソルのとこに合わせるってことか。ふーん。これ簡単だな。これできたでしょ。へぇ。パンのみの妙な蒸し物。お、うまそうだ。いいね。めっちゃいいやん。で、じゃあ、あとは揚げてみる。あ、揚げ、あ、待って、これちょっと待って、棚の中にあんだ。あ、もう食っちゃった。いただきまーす。大根の今日スープ。いや、上がる。大根絶対上がるよ。これは？これも上がるでしょ、さすがに。うまい。水分じゃねえんだよな、今水分じゃねえのよ。じゃあ、愛ちゃん待って、今。油持ってさ、揚げるから、いろいろと。油いらねえんだよな。松明ってマジで何に使えばいいんだろうね。なんか暗いところ明るくできるみたいなの言ってるけど、別に必要ねえんだよな。大丈夫？
無茶すると体を壊しますよ。大丈夫だよ、アイちゃん。あ、待って、俺ら体力少ね。待てよ、あげよ。揚げ物はさすがにね、いっぱい回復する。タロリもあげようぜ。レンコン、レンコンね、天ぷらとかにしたら美味しいじゃんね。で、スパイスで塩でしょ、うん、醤油でしょ、うん、これでしょ。こんなん最高でしょ。揚げ、これ俺何すんの。あ、なこの予備準備みたいな、いら、え、え、1、2、1、2、3、わかんねえって。1、2、3、4、5、6、7、8、わかるか。ああ、せめて成功したかったし。やばい、またクロちゃんになり始めてる。やこ、シンプルにじゃがいもはね、ねえ、じゃがいもはね、待って、じゃがいもこそ蒸すだろ。じゃがいも蒸してじゃがバターにしようぜ。じゃがバターあんじゃない、メニューに。バターあるでしょ、バターあるでしょ、俺。甘い蜜じゃない、これでしょ、バター風味。これよ、じゃがバターよ。よし、これじゃがバターなる。これめっちゃ得意だ俺。え、じゃがバターじゃないの、嘘、じゃがバターにならないのこれ。ちょっとさ、じゃあ煮よ。パパイヤ絶対煮るもんじゃね。絶対合わないもん使おう。醤油でしょ。コンソメ 100% 合わないけど、愛ちゃんこういうの好きかもしれないからね。さあ、これもちゃんと覚えとこう。ゆっくり回しつつやると。あ、いいね、いいね、いいね。これ成功でしょ、もう。これで成功なの、ほんとに。よし。合ってんのかな、合ってるっぽくね、恐怖スープ。パパイヤの恐怖スープって、徳が美味しそうなの。いや、もうちょい回復して、これで。頼む、50ぐらいまで行って。うん。愛ちゃんが50ぐらいまで行ってくれればいい。頼む。てか、料理してる間に愛ちゃんマジ死にかけてんな。よし、17はいいね。これ結構回復するでしょ。頼む。美味しいね。うまい。おーん。パパイヤの恐怖スープ。どうだ？美味しいよ。うん。まあ、50までいったからいいね。で、あとは俺が火を焚きゃいいんでしょ、愛ちゃん。愛ちゃん、また、フリーズしてるよ。愛ちゃん、どうした？マジで。いや、そろそろこれ火起こし壊れそうだな。ふーん。もう得意になってる。もう、叫ばないっていうね。もう、ここまで来ると、達人の領域に達するともう、こうなるからね。さあ、愛ちゃん、二人でセックスしよう。新しいお家で。愛ちゃん、一言も何も言わなくね？この家で来てんのに。なんか家で来てから何も言わなくね？すごい、家で来たんだって一言も言ってくんねんだけど。今日はいい天気、散歩にでも行きたい気分。の顔じゃないよ、上は。上、マジで、ちょっと体調不良レベルだぞ、今。半分よ、体力。ちょ、気になったんだけどさ、ここの川でさ、魚取れないの？取れたらもう、ここ一緒の住処でしょ。一応ね、この草原にも動物出てくるからさ、ここすごいいいのよね、立地的にはね。立地やっぱできるか。またまたか、また魚釣りタイムが始まんのか。もうめちゃめちゃやってよ俺今回だけでも。でもここなんか違う魚手に入んじゃね、フナ。いや、次こそフナじゃん。フナ、さすがにもうフナじゃないだろう。フナ、いや、もうこれはフナじゃない。フナ、端っこでやろ。そしたら違う魚来るだろう。結構これで変わるからね、マジで。これ本当に違うから。コーンが来た。フナじゃない、フナだ。ここら辺なんか絶対フナじゃないでしょ。へい、これフナじゃない。フナ、もういい、フナはいい。もうフナいい。アユ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 フナ。もういいって、もういいって、マジで。もうたまには別の子いよ。もうフナ島よ、ここ。フナ島、フナ島になってるよ。マジでサバイバルフンナだよ、これ。フンナ。はい、ぜーんぶ、フンナ。もうまたフナ弁当いっぱい作るか。もう俺のルーティーンじゃねえか、これ、一日の。一日何回やってんだ、これ、本当に。もう慣れたよ、本当に、この作業。はい。もう、うまいでしょ？見て。これ、成功だからね、ちゃんと。すごくない？だって俺今日8時間やったでしょ。で、今もう1時間ぐらいやってるでしょ、俺このゲーム。9時間やってるさ、それは上手くなるよね、フナ焼くことぐらい。
このゲームで船焼いてれば現実でも船焼けんじゃねえかなと思ってきたもん。まあ焼かねえけど。やばい、船捕まえてたらまた死にかけてる。やばい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 。いや大変だなほんと。さあまた船しかいねえ。でも船すげえいいよ。船の弁当1個食うだけで 40% 回復するのはでかいでしょ。もうそのために俺は船を頑張って捕まえてんのよ、アイちゃんのために。はあ、ただもう本当に船って2文字をもう見たくなくなってきた。一生分の船を今見てる気がする。もういいって本当。船も魚も見たくね。よし、こんくらい作ればしばらくは大丈夫だろう。やばい、船ちゃん死ぬ。まず火つけて、急げ急げ急げ。こういうの食っちゃうからね、体力。へー、よし、やばい、急げ急げ急げ。で、あと弁当をあげればいいだけだ。早く早く早く、やばい、俺の方がやばい。弁当で何をくれるの？俺だ。さあ、くん、あ、間違えた、食べてじゃねえ、俺あげるにしちゃった。もう間違えた、バカ、アホ、うんこ。よし、で、はい、おいしい。あ、ナイス。よし、68。もう一個食わした方がいいかな。いや、ここは食わすとくか。いいよいいよ、食べ食べて、いいよいいよ、もう全然おいしいでしょ。よし、で、俺もあと食って寝る。今9時でしょ、これ結構回復するでしょ。昨日寝るのが遅かったから全然回復しなかったんだよね。で、80% になるから。さあ、よし、おやすみ、ふなちゃん。ふなちゃんじゃねえわ。俺、ふなちゃんって言ってたよ、さっきから。アイちゃんを、ふなちゃんって言ってたな。もう、どんだけふな好きなんだよ。わ、めか、よかった、めちゃめちゃ回復してる。今度、めかったって言おうとしちゃった。きたー、この日ね、めっちゃいいんだよね。ただ、あそこまで戻るのは正直だるい。初期の拠点まで戻るのは。え、ここに落ちてないかな、なんか。あれ、鉄が落ちるんだよね、鉄の棒。俺もすでに鉄の堀と鉄の矢を作ってあるから。今日雨が降ってるみたい、地面がぬかるんでたりしたら危ないから気をつけてね。オッケー、じゃあ一応中断セーブしとくか。うわ、もう30日経ったよ、みんな早くも。やばくない？めっちゃ経ったな。あー、ここに鉄が落ちてればすげえいいんだけどな。まず弁当とか全部いらねえんだよな。渡そう、ハイちゃんに。何してんの？水飲め！は？ちょっと待って、水飲まないんだけど。あれ？飲むんかい？いや、アイちゃんはもうそこ水ないから。砂利食ってんのか、お前。マジで。ちょっと待って。ちょっと処理落ちすごくない？マジで。1処理落ちしたことないぞ。なんで2になるとこんな処理落ちすごいんだろう。待って、今回さ、もうちょっとゴリラに空いてんだよな。ちょ、ゴリラに会いに行こう。いるかな、この雨で、土砂降りで。いてほしいな。あ、いた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 。いたぞ。あ、ゴリラいた。何かあげるものないかな。どうだろう。でも、パッションフルーツ持ってきたよ。物をあげよう。おい、こっち来い。これ、ちょっと距離遠いのがあれのせいなのかな。あ、これで、いや、バナナあればよかったな。いや、甘酸っぱい、これ食うんじゃねえね、もう。お、お、お、何あいつ、え、何、バナナじゃないとやっぱダメなのかな。酸っぱいの苦手系ゴリラかな。いや、だる、せっかく持ってきたのに。よし、ただいま。あのね、とりあえず収穫はあんまない、あんまない。ただ今できるっていう、何を言ってんのかそろそろ分かんないよね、ごめんね。今ね、アイちゃんに物渡してるから、それを返してもらえたら家具また作れんじゃねえかなっていう。結構作ったんだよね、作ったじゃないや、手に入れたんだよ、丸太を。まただからさ、愛ちゃんの何っけ、机とテーブル同じだ、テーブルと椅子、これ作れて5段階やんのか。あー、2面ロープが足りなくなるのね。でもロープは今頼めば作れる。これ家具さ、もうできんじゃね、かなり。もうできてない、ほぼ。ロープで
木のツル3メートル、1日で分かったけど、ああ、なんかね、好感度がね、もう本当にもうすぐ下がったりすっから、もう焚き火やんないだけでも。じゃあちょっとまずこのテーブルと椅子作るか。よし、テーブルもできた。あー、寒くて何もできも、若田これで下がんない一丁目ぶなぐぞめくそ最低なこと言ってる。いやさ、なんか愛ちゃんの作業効率上がるって言ってるけど、愛ちゃんさ、ここで仕事しないだろ、こっちでやってんじゃん、関係ないだろ絶対。あー、やるか。俺レブになるとこんくらい簡単よ。大丈夫？無茶すると体を壊しますよ。にゃお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 。さあ朝になったね。31日目、約1ヶ月間ここにいんのか。なんか進行路的に言えば多分確実に前作より俺長くいることになるな。ちょっと待てよ、もう一回これに会いに行こう。今さ、バナナ1個持っといてるから、これね、まだ腐ってないし大丈夫でしょ。これゴリラに渡せばちょっとはなんか言ってくれんじゃね、おうみたいな。よし来たぞ、これでバナナ開ければ、え、こいつ来るでしょ。今さ中断セーブしといたから、これでミスっても一回入れ直して、もう一回あのボイスでできるやつも試そう。バナナなら喜ぶだろお前。どうだ、え、なんなんこいつマジで。おいお前、持ってっただけでお前喜びもしねえのか。バナナ持ってってるよなお前な、クズめ。ね、これ成功してんのあいつの立ち去り方的になんかあんまり喜んでないように見えんだけど、ちょっと攻略見てきたんだよね。なんかそしたら気持ちゆっくりめにうほほほほで OK らしいよ。ちょ、これで成功してるかどうかやってみるね。マイクに向かってゴリラの真似しよう、いくよ。うほ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 ほほほうほほほほほうほほほほほほうほほほほほほうほほほほほ